こんにちは、あみです。こんにちは。おはようございます。おはようございます。本日は月曜日。本日から普通元、どこ行った、魔法石10個普通元ヒロインガチャ来ております。待ってたー。待ってたよー。こちらをね、今日は引いていくんですけども、まあ、上にあるね、村コレスーパーゴッドフェスはもう諦めました。まああと1時間だけどね。モーチナス欲しかったけど、やっぱ1点狙いはしんどいので、今回は諦めて、フェスゲンヒロインガチャにね、石を使っていきたいと思います。で、石が36個なので、まあ3回しか引けないんですけども、開催記念と合わせて4回かな?しか引けないんですけど、でもみんな武器化して強いっていうことで、まあ、まあまあ欲しい。キャラはいっぱいいます。私のヒロイン所持、こんな感じです。いやー、微妙ですね。一体も動いてないっすね、っていうか。しんど。しんどくないですか、この引き。オリア、エルゲヌビ2体、ジュリ2体、ロミア2体、ナビ1体、エリカ1体、これなんだっけ、メル2体、ルネリス1体、ミト2体、シーナ3体、ポンノ1体。ポンノはいいけどさ、その他のラインナップ微妙すぎん?ここ。星7はね、さっき見た通り1体もいないんすよ、マジで。どうなってんの?どうなってんですか?ということで、星7だったら、まあ、嬉しいんですけど、なんでも。ウルカの武器が強い。あと、イルミナも強いんでしたっけ?イルミナも強い。チャコルは、チャコルも強い。パティもね、今回、初登場ですけども、欲しいっすね。っていう感じかな。星7だったらね。で、星6は、持ってるのは割といたですけど、いたですけどいたですけども、エリカとかね、武器強いし、もう一体いてもいいかなって感じ。あと、ポンノ。ポンノ。そして、星5は、クビやモミジが持ってないのかな。すごい偏ってんな、そう考えたら。シーナ3体出てるんだよ。モミジ、クビア、ゼロ。ゼロー。まあ、せっかくなら、星7、1体出てくれても、いいんじゃないかな。いいんじゃないかな。ということで、引いていきます。まず、ログインから。ログイン。ログインから、パティ。ログインから、パティ。いきます。初クビアやんけ。まあいいでしょう、初ならいいでしょう。これ強いんすか？うん、使わないと思います。使わないって。まあまあ1体目だからいいでしょう。石使っていきます。3回。いやー、ダイヤ出そうぜ。ダイヤこれ全部金だったら泣いて帰る。はい。なんでクビア?どうなってる?このガチャ大丈夫そう?今、クビアに20個持ってかれ、20個じゃない、10個持ってかれたよ。いや、もう大丈夫。もう大丈夫だって。いや、そんな予感がしてた。そんな予感がしてた。メル。メルメル。メル3体目だって金しか出ない。このガチャかわいそう。何このボックス。1個も動かんじゃん。マジで。1、
1,2,3,4 20体ぐらいいるのに一個も動いてないぞ。首や寝るもみじ、何ですかこれ。首やでももみじは武器強いっすよね。バランスキラードロキョウ、あーダイヤ一個もねんじゃん、しんど。いやーここ最近のガチャで一番爆死じゃないかこれは。最近運が良かった気がするけども、久々に爆死しました、ありがとう。じゃあもうもみじさベースで使わなそうなんで、使わないっすよね、使わなそうなんでアシスト進化しちゃおう。はい、もみじを武器化してますしました。ということで、他も武器化したいな。あとはシーナ3体いるから1体武器化して、クビアもちょっと2体いらないんで武器化して、だいたい武器化してよくない。メルも3体いるしな。ルネリスはわかんない。ミトも1体武器でいいかな。待って、そう考えるとさ、めちゃめちゃドラゴン系必要だな。ロミアは究極進化強いよね。超コンボ、7コンボ、ドラゴンですよ。まあ、ジュリーも使わないからね。もう一個アシスト進化しようかな。あ、ジュリーは究極のやつが、はい。2体目となる回復エルジー複数所持になります。複数所持。あ、超覚醒で？そうです。ああ、なるほど。本当だ。それホッポ以来初です。ホッポ。最近だった。じゃあエルゲヌビが一体いいかな。武器。あ、ゾロ強バインドじゃん。いいね。オリア一回も使ったことないんだけど、これ大丈夫？武器にしようかな。あ、覚醒無効も回復するんだ。へえ。まあもろもろね。進化させたいんで、まずドラゴン集めなければならん。チードラは4体、あと4体いるけど、シヒラザードドラゴンあと1体しかいないし、待って、ブラフマンドラゴンいない？もしかして。メダルが余ってれば交換所から何回でも交換できますよ。え、何回でもできるんですか？うん。おう、ここか。イベント、どこにいた、ドラゴンも周回して、武器にしてあげたいと思います。ガチャは大爆死でした、ありがとうございました。ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではさよなら。